平成22年台風第2号は2010年7月に発生した台風。フィリピンのルソン島や中国の海南島などに被害を与えた。新漁図7月12日9時、フィリピンの東海上にあった熱帯低気圧が台風2号となり、アジア名、コンソンと命名された。命名国はベトナムで歴史的な観光地の名前に由来する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、バスヤンと命名した。気象庁の予報では、台風は、この後西北西に進んで、フィリピンのルソン島北部に上陸するはずだったが、太平洋高気圧の張り出しが強まったためほぼ真西に、進み、7月13日18時に、中心気圧980ヘクトパスカル、最大風速秒速30メートルで、 ルソン島中部に上陸して死者23名、行方不明者77名の被害を与えて7月14日0時に南シナ海へ抜けた。台風はその後も発達しながら南シナ海を北西に進み7月16日から17日にかけて中国の海南島に強い勢力で接近し被害を与えた。その後はトンキン湾を北上し七月十七日十五時に 中心気圧985ヘクトパスカル、最大風速秒速25メートルで、ベトナム北部に再上陸し、7月18日9時に熱帯低気圧に変わった。ありがとうございます。